皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学2年生の英文法、今回は Will について説明します。この Will というのは何々するつもり、何々するだろう、何々になるだろうというふうに未来を表すときに使う単語です。未来を表す表現は以前 Be going to 学習しましたね。こちらは予定している未来、計画している未来の時使いましたけれど、この Will は予定してない未来、ね、今思いついたものとか、自分はこうなるんだろうという気持ちが入っている未来ですね。そういう時に使います。形としては主語プラス Will プラス動詞の原型になります。この Will というのは主語がどんな場合でも形が変わったりすることはありません。例の1、彼は次の日曜日テニスをするでしょう、ね、これを Will を使って表すと He will play tennis next Sunday. He will play tennis next Sunday. こんな風になります。2つ目、私は放課後この本を読むつもりです、ね、これを Will を使って表すと I will read this book after school. I will read this book after school. こんな風になります。この I will read と Will を使って、ね、表現したので私は絶対ね放課後本を読むんだという気持ちがこの文章の中に入っているんですね。では例の2に行きます。疑問文を作る場合ですね、疑問文の場合 Will を主語の前に置いて疑問文を作ります。例えば It will rain tomorrow. It will rain tomorrow. 明日雨が降るだろうと、これを明日雨が降るだろうかという疑問文にしたかったら、この will を主語 it の前に出して Will it rain tomorrow? Will it rain tomorrow? こんな風になります。もしそうだと思っているんだったら Yes, it will. もし違うと思ったら No,It will not. このように答えますね。この will not を短くすることができるんですね。will not を短くすると won't、ね、こんな形になります、ね、今まで is not は isn't とかね、 are not が aren't なんてやりましたけれど、 will の場合は will not が willn't じゃないんですね。Won't というように形がちょっと違った形になるので、ここの部分ちょっとしっかり覚えておいてくださいね。次は例の3、否定文を作る場合です。否定文は Will の後ろに Not を入れて否定文にします。 She will come to the party. She will come to the party. 彼女は Will を使っているので絶対パーティーに来る予定だよねっていう、こういう気持ちが入ってるんですね。これを否定文、彼女はパーティーに来ないんだろうなっていうふうにしたかったら、これ She will not come to the party. She will not come to the party. こんな風になります。この will not もちろん短くして won't で、She won't come to the party. こうすることもできますね。それからもう一つ覚えておいてほしいことがあります。この He will, I will. He will は短くして He'll、ね、I will は短くして I'll、ね、It will は短くして It'll、ね、こんな風に She will も She'll っていう風になる。この風に
短くして表すことができるので、このことも覚えておいてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。